はい。Hi. So, hello, everyone.、Um, 今、Facebook と Instagram でこう見ています。Yeah. Facebook 上のライブだと,、えー、と、これからお見せするあお見せするっていうか、これからこう伝えるなんかグラフとか見えるようにしています。Facebook 上だとね。はい。 あキャンプブーブーさんヤッホーちなみにちょっとキャンプブーブーさんにみんなちょっとお祝いしたいんだけれどもキャンプブースブーさんはようやくね土地であの自分の村開催し始めてますイエーイブーブーさんー <laughs> こんばんはそうキャンプブーブーさんとは実は今年の春とかかな インスタグラム上で知り合ってるその時に夏にはこうしてあの自分の村を作るって言ってもう実際そういうこと起きてるので本当に素晴らしいと思うイェーイそうえー、っとねそうフェイスブック中と上とインスタグラム上でこう見てますイェイエーイェイイェイちなみに今回はその癒されていない女性性と男性性についてお話ししていきます 昨日は、あの、聖なる女性性と男性性について話しました。うん、で、これについてのビデオは私のフェイスブックグループ上にあります。そう、あの、せっかくね、ちょっと YouTube でもアップしようと思ったら、もう自分の画像と自分の口の動きが全然合ってなくて、ちょっと残念でした。<laughs> なので、あのー、 もし見たければ、フェイスブック中のビデオでアップされています。y 遊びに行きます。w o <ー> Alright!、So、ではね、ま、ちょっと始める前にちょっとお伝えしたいのが、9月4日、この土曜日に Divine Moment Journey っていうイベントが始まります。で、これっていうのは、この女性生と男性生っていうのを体現していく。 もっとこう自分らしくなるためにこの自己解放していくことをマインドセットではなくてもう動きを通してそれをこうもう自分らしくなっていくことをやっていきますいやそうなので動きとか自己表現が好きとかの人にはすごいおすすめですあとはこのなんかマインドセット系やってもなんか変わらない その理由っていうのは体現していないから自分の体が理解できてないから。Yeah. なのでもし自分の体でもっともっと自分らしくなりたい方にはすごいおすすめです。Yeah, yeah, yeah, yeah. All right. でははいエブリ n ンじゃあこの癒されていないえー、っとそう女性生男性生についてお話ししていきたいと思います。 Facebook 上の人だと今ちょっとシェアしますね、スクリーンに。y a h Got it! I think you're seeing this. で、えっ、ー、とー、あと、のー、で Instagram 上でもこの投稿を見れるようにするので待っててください。はい琴奈さんだ。 Right. じゃあこれで Facebook 上の人も見えてると思います。Okay? じゃあこの癒されていない女性性と聖なる女性性についてお話ししていくね。うん、でちなみに昨日のリビューだけれども聖なる女性性とはどんな感じかっていうと動きだともう水のような動きだったよね。 で水のような動きっていうのはこうリラックスしてる状態だからこそインスピレーションもこう流れてくるとか直感を信じれるとかあのあったよねあとはプロセスを重視するいや、yeah. うんでこれっていうのはどういうことかっていうとあのそうだねそうそう 癒されていない女性性ってどういうものかっていうとねあちなみにも昨日もちょっと説明したんだけれども癒されていない女性性と聖なる女性性を知ることで何が起きるかっていうともし自分が癒されていない女性性なんだなっていうことを気づけば気づくことで自分の聖なる女性性へこう持っていけることができるやっぱ気づかなないいと何も始まらない だからこそ、この、ある意味このチャートで気づくことによって、どん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 自分の女性性を高めていく、癒していくっていうことをやっていけることができます。そうすると、どん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 自分のことを解放することができる、どん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 自分の直感を信じれることができる、創造性が豊かになれるっていうことができていくの。や。で、では、もしちょっと待って、みんな質問があったら聞いてね。 じゃあ、癒されていない女性性っていうものは、どういうものか。まず最初、感情にとらわれてしまう。感情にとらわれてしまう。いや、ある意味、なんだろう、聖なる女性性って、逆にね、聖なる女性性っていう方は、どういうものが持ってるかっていうと、足が地につきながらの、感情との向き合いができてるの。 感情にはすごい豊か。でも自分の感情に囚われて苦しまないの。苦しんでるっていうことは癒されていない女性性があるっていうこと。ある意味こんな感じなんかもうクネ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 ,クネキャーって感じ。なんかそんなことない時々。なんかもう自分の感情に囚われてしまってもう、うわーみたいな。<laughs> ある意味なんか台風、トーネイドードみたいな。そんな感じ。 感じたことある人知りたいですそういう方がいれば自分の中にこの癒されていない女性性があるんだなっていうのが分かるのうんでそれから聖なら女性性に行くのには自分との感情との向き合い方を知る必要があるの自分との感情の向き合い方感情ってさ人間だからこそ毎日感じることじゃんなののになぜか日本の教育 普通の学校では教えてもらわないよね、感情との向き合い方。自分の親にもあんまり教えられることがないと思うの。っていうことは、でやっぱ自分、やっぱ苦しみっていうものはね、自分の感情との向き合いができてないからこそ苦しみができていくの。または感,、ま、たは感情にとらわれて苦しいみたいな。 だからこそ感情にとらわれてるなっていうことを感じてる人は自分からこの感情との向き合い方は何かっていうことを調べていくことが大切。で、私が今後この9月4日から始めるデュバイ・モメン・ジャーニーっていうのは脳だけで理解するのではなく体で感じて感情との向き合い方を教えていきます。やっていく感じ。 そのやり方を学んでいきます。もう本当にこのコツを知るだけですごい人生が楽になってくる。うん、ちなみにみんながなんか感情にとらわれている時ってどんな感じぜひ知りたいです。Alright! じゃあ、ちょっとここで深呼吸。あ では次ふう癒されていない女性性のもう一つの特徴は自信がないね自信がないうんある意味自信がない人っていうのは自分の直感を信じることができてない人だよね自分の全てに疑ってしまう人それ経験したことある人 みんな絶対あると思うの。<laughs> なぜかっていうとみんなここへ生まれてきていろんなことを体験することによってある意味ねこの癒されていない女性性と癒されていない男性性があるのはもう当然なことなの。フー,ー当然なこと。でこの人生っていうのはこの癒されていない女性性と男性性を もう聖なる女性性、男性性していて、もうセーキュリーユニエン。新鮮な男性性と女性性の融合をしていくことが、私たちのこの魂として生まれていくくるこの学びなのね。それ絶対みんなやってってるの。ただもしかしたらそういう言葉とか言語がなくて、それをやっているのがわか、知らないかもしれないけれども、実際やってることはそういうこと。いやー。 なので癒されてない女性っていうのは女性性っていうのは自信がない状態でせいなら女性性っていうのは直感を尊重することができて創造性と感受性に豊か自信があるからこそ自分のことが信じるからこそ自分の創造性を信じることができてそれにある意味行動力が取れている自分 こう考えていくとね、もうなんか、聖なる女性性っていうのは、ある意味、この融合なんだよね。生育ユニーニエのことなんだよね。同じこと、ある意味。男性聖、聖なる男性性とも同じことが言えること。ちなみにこれ今聞いていて、え、女性性だ男性性って何って言う人がいたら、私の女性性と男性性のビデオをぜひ見てもらいたい。うん。ちなみに昨日のビデオでは、 私のキュンキュンストーリーを教えてます。<laughs> yeah. あ、ひろくんだ、はい、じゃあ次3番目ね。Let's all take a deep breath in. 癒されていない女性性ねえ、ひろくん、こんばんは癒ささ。癒されていない女性性。 はバウンデリーがないのそれ分かる人バウンデリーがなくて苦しむバウンダリーっていうのはバウンダリーね直訳で言うと境界線境界線っていうのはある意味壁ね周りと自分の壁私の中では境界線っていうと壁っていう感じがして好きじゃないのね慈愛の中では私を安心の場って言ってる 自分の安心の場を作れてない人は癒されていない女性性なんだって感じでバウンダリーがないと何が起きるかじゃあ安心安心の場が作れてないとなんだろうもうなんか自分らしくいられないよね自分これも昨日お話ししたけれども自分らしくいられないことによって自分の創造性も豊かにもなれないし なんだろう直感も信じることもできないし自分らしくなれないもう女性性快感もできないだって安心できないんだもんだからこそ癒されていない女性性っていうのはバウンデリーがないではその逆に聖なる女性性っていうものは自分の安心の空間をちゃんと主張して守れる状態 守,守れるためのなんか一歩前って感じかななんか主張することは「聖なら男性性っていうのを昨日お話ししたと思うのねなんか「はぁ、あ」みたいな感じで「聖なら女性性っていうのはある意味この自分の安心の空間は何かっていうのをこの考えている状態なんだろうやっぱなんか生まれてきて自分の安心の空間を生まれてきて分かるわけないのね 体験、私たちの人生を経験することによって自分の安心の場っていうのはどういうものかっていうのを人と接することで分かっていくの。でそこで自分の人生を振り返ってみて理解してあこういう人間とは私合うんだこういう人間とは私合わないんだっていうこの分かる状態が聖なる女性性。 で聖なる男性性っていうのはその分かった状態をちゃんと主張している状態ある意味自分のこの直感を信じてそれを尊重して行動している状態それが聖なる男性性と聖なる女性性はい <Hi. Yeah. S 1> そうそうそう なので、癒されていない女性性っていうのは、バウンデリーがないこと。うん、Let's all take a deep breath in. 嬉しい講師でみんなコメントし合ってくれてる。ありがとう。こんばんは。ですね。ちなみに私、のんのんさんと10月には、えっとあ、あの、青森からね、のんのんさんが来ていただいて、 きっと鎌倉で私たちイベントを一緒にするの彼女はなんかライラっていう楽器があってそのライラの楽器っていうのはすごい波動が高いのねなのでこの波動が高い中に触れ合いながらこの女性性を開花していこうっていうコラボのイベントを鎌倉でやっていきますなのでもし興味があれば私たちのなんかこのインスタストーリーチェックしてください イ,ーイブーブーでは次 <laughs> 癒されていない女性性の特徴ちょっとたくさんありますでこれも後でインスタグラムの投稿でアップするので確認してねもっと知りたい方はえっと行くよ <laughs> 罪悪感を感じること自分を責めること 過剰に謝ること過剰に緊張すること周りの目を過剰に気にすることこの特徴がある場合はもう癒されていない女性性があるっていうこともうある意味これっていうのはその感情にとらわれてる感じだよねああみたいないや 罪悪感自分を責める感情過剰に謝る特にさ日本の文化ってごめんなさいとかすごい多くない私もね多いのやめようよと言いながら気づかない間に私も言ってることが多いのあのあごめんごめんみたいな。 やめてってっ感じ <laughs> あのあとメールとかでも新しい人とねこう話してる時にあもう過剰に「返事遅れましたごめんなさい」っていう方がいるんだけれどもそんなこと過剰に謝んなくてもいいよと思う。うん、もしかしたらそれ冷気かもしれないけれどもそれをずっと永遠していくとなんかね なっちゃうのはあ自分ってやっぱダメだと思ってしまうなんて過剰に謝ってるんだもんごめんなさいごめんなさい,ごめ,なさいごめんなさいみたいなでそうなるとある意味自分の気が小さくなってしまうなのでこの癒されていない女性性っていうのは体的にもこんな感じ小さくなって感じこういう体感の感情をした場合にはあ自分は 癒されていない女性性があるんだなっていうのが分かるの。で、これが分かった時に、これはね、聞いてみんな、これ普通の状態じゃないからね、人間の。昔、私の10年前の昔はこれが普通すぎて、私はこういう状態だったで知らなかったの。私の中学校、高校の時、中2とか、うーん、中2、中3の頃かな。結構私はもう下を見ることが、 ああのの普通の時があったのね。みんなそれやったことある人目線がしたみたいなあとは社会人社会人のなんだろう社会人になる前のインターンすごい私上司とかにいじめられてたのね私早稲田に通ってたんだけれども石川さんって早稲田に通ってたのあはははってこう笑われる笑われてたの私ね上司に。 なんかあのあとはなんかすごい闇を言ってくる周りがいたのもそのインターンの中ではでその時には本当に目線私下に見ることしかできなかったのねで本当にその時はなんでこんなにできないんだろうって自分をすごい責めていたのそれっていうのは癒されていない女性性いや で、こうなっていくと何が起きるかっていうともうこんな状態だからもう自分らしくなることを忘れてしまうのもう共感できる人でそんな状態が続いてしまうと自分は誰かも覚えてないである意味私たちの人生っていうのはさっきもね言うけど自分本来の自分とは何か っていうのを感じて体現していくことが私たちのもう人生ねなのでみんなもしこれ聞いてる人 replay 聞いてる人だったり YouTube とかビデオで聞いてる人はであと今聞いてる人であ本来の自分忘れてると思ったらそれで責めないでね絶対もう当たり前だからそれを感じることが OK?Because、okay? you are 魂 Alright?You are soul! あなたは今魂の学校にいるんだからこそ癒されていない女性性があるのは当たり前いじめられるのも当たり前人間関係が本当に合わないのも当たり前もう,かもうねちょっと想像してみて全てがもうパーフェクトだったらもう学ぶ意味ないよねこの人生三次元に来る意味がないよね So it's perfect あよしコメント読みます!」「守りの目がめっちゃ怖かった時期あります」「すごいわかるわかる人」「つらいよねつらいよねわかるよみんなこれ聞いてる人いたらもうあなた一人じゃないからね一人じゃないよぜ絶対ね私は守りの目を気にしてつながったことがあるんです」って言うと叫んだら「 絶対私もそういう時あります。また、あ、今感じてますっていうのをみんな言うから。あなたはみんな一人じゃないからね。イエイエイ電車待ってる時周り見たらみんな携帯見て下向いてました。はっとします。いやそうだよね。そうだよね,ー <laughs> だよねー。いやー ある意味私思うのは、この governments、政治、あの governments、政府とか top people っていうのは、やっぱね、私たちの女性性が開花していくと、私たちのパワーが大きくなって、この上のトップの人がコントロールできなくなるの、私たちの。ある意味、トップの人たちっていうのは、私たちが癒されていない女性性を持つほど、 相手はコントロールができるのねだって考えてみて自分のこと責めるとかあ,あ私にできないとか思ったら絶対どっかの企業で働くじゃんあとは癒されていない女性性があれば自分らしい意見を持てないからある意味相手の、まあ、トップの人のパペットになるじゃんパペットっていうかなんかこのなんか操り人形みたいになるじゃん だからこそトップの人間っていうのはあなたはね、こう癒されてない女性性バカな人間にしたいの。だからこそこういう携帯とかでいろんなアプリとかして私たちの創造性を 遮断するようなものを作ったりそういうものを押したりまたはコロナ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 って言って私たちの頭をブレインウォッシュしたいようにしてるのあっ頭私たちのさことをさ考えさせられないようにしたりフィアにしたりしたらもう相手はすごいコントロールあるよねなので 私たちの癒されていない女性性を癒すことによって、でだんだんこの聖なる女性性に、または聖なる男性性に自分たちがこう近づくことによって、トップに Fuck you! って言って、私たちのパワーを取り戻すことができて、平和をもっと実現することができるの。いやぁ。 あちなみにコメント見ますちなみにねみんなさ私のコメントしてくれた人たち絶対みんな誰がコメントしてくれたか覚えてないから後でコメントしましたってなんかあのメッセージにしてくれると嬉しいです <laughs> あ大学生になるまでずっとそうでしたそれまでの思い出は嫌だったことばっかりでもったいないことをしたなと思います I <feel> you. もうみんなちょっとお手手をこうして よこの大学になるまでずっと大学生の前の時の You あとは自分 <laughs> 本当にこうしてさ愛情与えるって相手にも与えてるけど自分にも与えてることにつながるんだよねそうね私も大学生になるまでっていうか大学生の時もずっとそうでしたもう人の目を気にしたり もう男性の恋愛とか、私の気持ちよりはどうすれば相手にもっと好まれるかみたいな。で、そういうアプローチでいたからこそ遊ばれる存在だったんだよね、私。だからこそ、大学生の時に一回したことが、もうね、なんかね、浮気相手っていうか、そう、浮気相手だったの、私。<laughs> で、 私はもう付き合ってると思ってたけど違って本当は彼女がいたっていうこと分かってあ自分は浮気相手だったんだっていうなんかショックな出来事でその時にすごい悲しかったのが私は本当に彼のこと好きだったのに言われたことがお前みたいな幼虫みたいな人がいたらなんかしょうがないじゃんみたいなことなんか私のせいにされたのね相手が浮気していた理由を。 ッキューってもう、まあ、そんな時にはもう本当にもに自分は感情にとらわれていて自分の感情との向き合い方も分からなかったし、まあ、その前に自分をどう愛せばいいか分からなかったからこそもうすごい大変で辛くて周りもそういう人がばっかりだったからみんななんか溺れてる状態でした。共感できるる人 <laughs> 溺れてるって感じだった本当に。 あもう今はそういう状態から解放されてすごい嬉しいです本当にねこの癒されていない女性性から聖なる女性性に行くとまた,また男性性周りもそういうなんか聖なる女性性男性性の人が集まるから人生がすごいね楽になるの、はあ、でこれっていうのもこの女性性男性性を高めていくのも この9月4日の「ディバイ・モメ・ジャーニー」で楽しく体現的にやっていくから興味がある方は私に連絡するか私の、まあ、連絡してイエーイうーまたコメントね本当にねコメントがあるとすごい嬉しいのありがとう小学校2年生の娘と一緒に見てるのですか私と一緒にあうイ あらなく嬉しいですありがとうりんさんのこと可愛くて好き私もこんな風になりたいって言ってますまあ嬉しい本当にありがとうちょっと待って最近ねあの私のあの気づき大きな気づき教えてあげる教えたい教えてあげるんじゃなくてあのね可愛いことにちょっと伝えたいんだけれども可愛いいってあの。 いや本当に可愛いっていうのは世界を癒すんだなってすごい思ったのなんかもう可愛いって思えることっていうのは本当に人をインスパイアできるんだなって思ったの今週の週末なぜかっていうと私ねもうすごい今週末遊びまくって もう、なんか、自分のこと、あの、服が着替えないぐらい、着替えられなかったの、自分の服を遊びすぎて。うわーみたいな感じで、服が着替えられなかったので、15分ぐらい、私、あの、服が着れなかったのね。<laughs> で、本当に服が着れなくて、で、自分は服着れないみたいな。で、こういう時に、あ、なんで自分こんなに可愛いんだろうっていうの思ったの。こんな、 で私外にいたんだけど外にいながらあのテントの外にも荷物を置いてたからそ外で私が一生懸命こうスカートとかワンピース着ようとしてるんだけどなかなか着れないですみたいな状態ね想像してみて可愛いでしょ。でこの状態可愛いと思って自分がこの自分可愛らしいと思えることによって自分のこと許せたの。 なんか、あと、可愛い子見るとさ、なんかそれがリアル可愛い、なんか可愛ぶってるじゃなくて、リアル可愛い人見るとすごいホッとするじゃん。ホッとしてすごい癒されるじゃん。だから私も、その服が着替えられなかった時に、あ、私は誰か見てたらとしても、相手はずっと、なんかきっと笑顔になって、ホッとしてるんだろうなと思って、 なんか本当に可愛らしいっていうものは世界を癒すし自分のことも許せるし自分を自分のジャッジメントから解放されることができる素晴らしいツールなんだなと思った。いや、だってもしかしたらある人はさ、服が着えな、<laughs> 服が着れなくてなんでこんなに私はダサいんだろうとか思ってすごい苦しむ人いるかもしれないじゃん。 もう自分が着替えられないことに対してジャッジして、もうそれで苦しむみたいな。でもね、自分のこととか周りの人を可愛らしいと思えたら、もうなんかそのジャッジメントから解放されて、人生楽になるの。っていう素晴らしいことに私気づいたの。ちょっと素晴らしくない <laughs> あの素晴らしいよね、すごい。で、私、この素晴らしさを、 この「前週末に伝いろんな人に伝えてたのね可愛い,い」っていうので人生救われるし解放されるし世界平和になるんだけどっていうのを私は一生懸命説明してたらあのなんか面白かったみんなの反応がなんか最初はみんなは「あっちゃん自分の顔と可愛いと思ってるんだね」とか言ってたんだけど「えなんかそんなディープに行くの?」みたいな感じでみんな驚いてた。 <laughs> でもだからみんなもね、これ聞いてる人、はい。なんか例えば嫌なことがあったり、嫌な親父さんとか、嫌な上司もいても、もう、もうなんか自分が魂として見て、こんなに可愛い、怒っている上司さんがいる。なんて可愛いんだろう。プンプンしてるとか。 なんてこんなに自分はできなくて、こんなにおっちょこちょくて、こんなに一生懸命してる自分、すごい可愛いんだけど、癒されるって思ってもらいたい。ね、本当にこれしてみて絶対ね、解放されるから <laughs> で。しかもこれで絶対なんか、もう自分のこと言われるじゃん。自分の見たくない部分も。 なんんてこなななに自分可愛いいだろうみたいななのでみんなもしてみてあなんかコメント「可愛いって言われたらなんて相手に返してお互いハッピーになりますか <laughs> なんかニヤニヤしちゃうみんなはどう答えるえでも私なんか普通にさ「えっもう可愛い」って言われたら「そうだよね」って言うと思うでお互い笑うと思う なんかちょっと聞いて、なんか、今週末にキュンキュンする人ができたの。ちなみに私、オープン・リリーションシップにいるんだけど、その時に、まあ、ヒロ君もいるし、この人からも、かわいいねって言われて、もうリーもキュンキュンみたいな <laughs> あすごいキュンキュンしてた。やっぱ、かわいいとか、かっこいいねっていうのを、すごいストレートにみんなも言うべきだよ。だって、嬉しいじゃん純粋に。かわいいねって。 はいもちろん可愛いよみたいなそんなねキュンキュン青春ですよ私青春してたんですよ可愛いプンプンしてるってすぐやります楽しそうそうでしょいやで本当にねもし感情的になって相手あとそう私のパートナーともこうね時々パートナーを見てイライラする時もあるの まあ一緒にさ一緒に住んでたらさやっぱイライラする時あるじゃん共感できる人あるよねなんかちょっとやいつも同じことやっててああみたいなでいつも同じパターンなんだけどいつもイライラしちゃうみたいなでもそういう時に可愛い,いと思えると全部許されるんだよねで可愛いいなと思って そうしたらなんかこっちもなんかイライラしないからこっちもなんか波動が高くなって相手もその緊張感がなくなって相手もちょっとリラックスできてお互いリラックスできてその状態から一緒に深呼吸してで休んででそこからお互い準備できたら今後次はどうすればこの状況が緩和できるだろうってお話できるじゃん。 すごいスムースでしょで相手もこう可愛らしいと思えば自分は悪くないんだとか思えるからこそ相手もリラックスできて自分の存在は自分のありのままの自分でいいんだと思えて相手もある意味この聖なる女性性聖なる男性性になっていけることができるの可愛らしいっていうことも言うことによってある意味お互いに 安心な場が作れるるようになるのいや自分もかわいいかわいいって言っていて相手も絶対いつかはあ,あなたもかわいいねってこう言ってくれるようになるじゃん <laughs> そうなるとお互いかわいいかわいいでお互い安心な場になるんだよ気持ちいいねあ嬉しいそうだねかわいいよって言ってみますぜひ言ってみてもうかわいい当に この週末はすごい学びをしましまた可愛さで世界平和なるんだなっていうのをすごい実感しましたでもちょっと面白いわね私15分間だよ。着替えられなかったの。<laughs> っていう感じでした。<laughs> はい、ちなみにね今日はこの癒されていない女性性と癒されていない男性性についてお話ししようと思ったんだけれども。 今日は癒されていない女性性だけで終わります。で明日また8時15分ぐらいから癒されていない男性性についてお話ししていきます。なのでもしこう興味があれば是非ライブに来てね。イエーイイエーイイエーイで今日の内容もこのまとめたことを癒されていない女性性っていうのはこうなんかのまとめを 後であの投稿しててていくのにぜひ見てみて、ね、で見みねこれももしみんなお友達にシェアしたいなと思ったら是非してみんなでもう人生生きやすくしていこうだって Life is easyLife is pleasurable んか本当に思うのが私の苦しんでる時って人生何でこんなに辛いんだろうとか人生何でこんなに複雑なんだろうはあ と思ってたんだけどそれっていうのは自分が複雑にしていたんだ本当は人生っていうのはすごいシンプルすごい楽すごい楽なのに自分の考え方の思考だったりして難しく生きにくくしてるのなのでそれを学び直そう えー、もう今日も楽しかったって言ってくれて嬉しいです。すごいね、生きがいを感じられます。なので、それを、なんか、生きがいを一緒に感じてくれてありがとう。<laughs> <laughs> All right! なので、9月4日からは Divine Woman をします。もうこれはもう体験型なので、もう動きを通しての内観。だから、絶対楽しい、楽しいです。で、私のバイブが好きな方は、ぜひ参加してもらいたいです。 でこの詳細についてはインスタグラムの投稿にも書いてあるし私に DM してくださいあとは1対1のコーチングもしていましてこれはもううちなる幸せもうちなるパワー自分らしい人生自己解放していくためのコーチングもう深掘りしていく感じでそうすると本当にねもう結果が出るから今までも出てるし 興味があれば無料ヒアリングセッションもしてますので連絡してください。Alright. I love you so, so much.Bye! みんなありがとうみんなも今日の気づきだったり今日もみんな寝る前はあこんな気づきがあって私はすごい幸せだなとかこんな気づきがあってすごい濃厚な一日だったなとか今日の一日に感謝しながら感謝の思いで ぜひ寝てください。もうそうするとき、朝起きるときもね、気持ちいいから。ちなみに私は朝起きるときも10個感謝を感じながら起きてます。で寝るときも10個感謝して寝てます。I love you! じゃあね、バイバイみんな大好き。<laughs>